はい、皆さんこんにちは、ララです。で、今日のゲストですね、原さんです。はい、こんにちは、初めまして、原と申します。はい、レイズですね、最初に簡単でいいので自己紹介お願いします。はい、私は21歳のフランス人です。パリから来てました。あ、もう長いですか、日本版。まあ、3年間で。ああ、3年ですね。そうです、高校終わってから卒業式行けずに日本に来たなんでなんで行きすぎ、行きたすぎて。おお、日本に関しても愛がたまらなさすぎて、もうあの時に。そうです。なるほどですね。はい、そしたらですね、まあ、それも皆さんによくする質問なんですけど、そう、どうやって日本に出会いましたか。だから何きっかけで日本の好きになったんですか。私パリ来たんですけど、本当はフランスの南で育ってて、それすっごい村なので田舎で、なんだろう、まあ、テレビでこういうアニメとか出てたんですけど、アニメって知らなかった。なんか6歳ぐらいとか7歳ぐらいで、インターネットで YouTube とかで、まあ、日本のことをどんどん知って、で特にボカロイドを、そう、はいはい、初音ミクとか。そうです。なるほど。だから始まって YouTube でもそんなにどうやって見つけたのよく覚えてないんですけど一応見つけて、すごい気になって、でそれ日本の文化って知って、で、まあ、そこから、まあ子供の時でもイラストとか絵を描くの好きだったから、そのアニメとかそういう日本の絵とか、それもすごい描いてて、までそれ混ぜて日本の文化とイラストレーションが好きになって、でその時から大人になったら絶対に日本でイラストレーターになるって決めてから、今そういうまだ向けています。あ、なるほどです。あ、じゃあもうこれから、まあ、今は日本にいてもイラストレーターな仕事勉強、まあ、なんかそう、今2年生のイラストレーション科の専門学生です。あ、すごい。もうすぐ卒業。すごい、めっちゃ見てみたい。ありがとうございます。はい、なるほどですね。あと、これはただただ私、すごい気になってるんですけど。そうです。そうです。青です。はい。青が好きなんですかね。好きです。なんで聞かれるって感じですよね。毎日バイトでもみんなが、あ、お人形さんですね。好き。青が一番好きですか。そうです、一番好きです。いや、でもすごい似合うと思います。ありがとうございます。で、私はフランス1回しか行ったことがなくてそんなに詳しくないんですけど、うん、日本の文化的って、まあ、結構、まあ、自由に生きる人が多いじゃないですか、まあ、自分のファッションだったりとか、こういう、うん、まあ、髪色が確かにこういう青色とかピンク色に染めても、まあ、真面目な会社ではない国で普通に生活できるんですね。まあ、学生になる場合ね。全然私生活できるんですけど、そうだね、今仕事探してて日本の会社で、でもし髪の毛問題になったらもう別にウィーグ着たらいいんじゃないっていう考えて。あ、なるほどです。でも、まあ、結構確かに、まあ、10年前ぐらい、私日本に来たばかりの頃はすごい厳しかったんですけど、最近はまあまあね、なんか古い会社、まあ、イラストレーションだし、だからそうですよね、なんかそういう自由度高い会社が多いと思う、言われましたので、なんかまあ一応ね、ですね、うん、今日のメインテーマとしては日本に来てもう3年でここで暮らしてるということで、うん、もう日本に初めて来た時に感じたの、なんだろう、日本に来て驚いたこと何かあれば、そういう話をシェアしてほしいです。前の動画でも話したけど、ゴミがない、ゴミ箱がない、外で。ああ、ゴミ箱がない。フランスでゴミ箱すっごいあって、電車のホームとかでも毎5メートルあるって感じなのに、ゴミもたくさんいろんなところに散らかってる。日本でもコンビニとか意外にないのに、すごい外綺麗。人がそれ、なんか礼儀正しい、みんなちゃんとそれ、そうですよね、綺麗にしてるし、お互いをリスペクトするし、うん、それすごい憧れる。フランスです、あんまりリスペクトしないお互いでも、うちの母国も
全く同じような感じで、ゴミ箱は、まあ、まあまあありますが、やっぱりゴミが、ゴミ箱があったのに、もう本当に隣にゴミが置いてあるし、そしたらいいのにって感じ。そうそうそう。あと、ゴミ箱の中に、まあ、ゴミが入ってるとしても、あ、違う、あの、なんだろう、ゴミ箱があったとしても、誰も掃除してくれないから、だからもう、2週間ずっと溢れてるとかって感じですよね。でも、それは、あの最初に日本に来た時ってやっぱりゴミ箱がないっていうのはびっくりした。悪い話、なんかゴミそんなに綺麗わけじゃないけど、わかんない、私それびっくりした、ね、いやいや、あのそうそうそう、あの不便だと思いませんでした、やっぱりなんか、ね、ちょっと食べてからなんか捨てたい時あるからティッシュとか、一応まあゴミ箱もあってもここだとしたらペットボトルとか普通の燃えるゴミとかを見つけづらい。あ、そうですよね。ペットボトルは確かにあの自動販売機とか、あとゴミ全部カバンに入れたりとかして、そうだ、ね、で開くとあゴミいっぱいだなみたいな感じでした。でもそれについても多分びっくりしたのは、あの日本でパッケージとかがすごい多い。例えばお菓子だったら、ね、うん、もう全部一個ずつパッケージあってすっごい無駄と思う。地球にも悪いし、うん、それびっくりした、ね、フランスで全然そんなない、なんかケーキというかビスケットとかクッキー買ったら、うん、なんか20枚で開けたら、うん、まあ食べなきゃの食べなきゃんだけど、うん、あのそう一個ずつの絶対ない。日本の前だとしたらそういう見たことなかった。のクッキーとかはこう20枚とかパッケージじゃない、うん、あそうそう少ない、ね、少ない食べない。もうもっと食べたいのに。そう少なくても2個ぐらい買わないとちょっと足りない、ね、海外だとこんな買ってこんな買っても食べきれないみたいな感じです、ね、うん、でもそう、うん、そっか。じゃあ日本のお菓子とかこう好きなんですか。あ、好きのはあの日本でこういうなんか奇跡限定のすごい好き。例えば春とか。ああ奇跡じゃない、ああ季節季節季節、うん、そうだから春とかなんかこういうテーマとかで限定のすごい好き。それあーそれをヨーロッパで見たことない。あまりなんか秋ならこういう秋っぽいの出れるんですけど、うんうん、日本でそういういっぱいあるからすごい楽しみ。なんかスターバーとかでずっと行きたくて飲みたくて、そういうすごい楽しい。あ、それはめっちゃわかります。確かに海外だと、まあ、ハロウィンと、そう、あとクリスマス向きぐらいですよね、うん、なんか限定商品があるんですけど、うん、日本そうですよね、多分すごい毎月できればなんかあるのか。まあ食べ物だけじゃなくてなんかアジサイとか桜とか、うん、あのスイートポテトとか全部いつもパッキンいっぱいあるからすごい楽しい。毎月なんか新しい出る。最近ピスタチオとかあってすごいそれ大好きなので嬉しい、いっぱい試して楽しいです。もうピスタチオの味で、まあ、結構高いチョコだけどすっごい美味しくて美味しかった。すごい好きです、まあ、確かにいろんなお菓子とか商品とかいろいろ限定なものがいっぱいあると思う。なんか日本人が売るのうまい、うん、ああまあマーケティングね。そうすごい上手いと思います。それは確かに上手。例えばそれそんなあまり見てない気がする。そんなすごいなんか食べ物のための広告とかそういうマーケティングはそこまでしないかも。で季節限定だけじゃなくてあの、まあ、地域によってなんか違うものだったりとか、うん、それもどうですか。フランスも似たような感じですか。まあ日本であんまり、まあ、その前やっと3年間でやっとどこかにいた東京以外にあのコロナで全然そっかそっか旅行してないから本当は私あんまり観光まだあまりしてない。すごい悲しくて。でもその前あの下田静岡と岐阜行っていい、ね、すごい美味しいものいっぱい食べてみて、あやっと嬉しい。なんかそうでフランスでも多分そういうあるので、本当に場所によって食べ物すごい変えるので変わるので、あなるほど。それはあの似たような感じですよね、うん、そうです。もうでも、まあ、確かにコロナでいろいろうわっちょっと、うん、今どんどん良くなってるから、そう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 来年もなんか札幌とか行ってみたいので、はい。でそしたら他に、まあ、びっくりしたことって何かありますか。ペット飼えない。私生まれてから猫と育てきたので、まあ、猫だけじゃないけどいろんな動物と一緒に生活したので、うん、日本着いてから初めて人生で猫とかと一緒に暮らしてないのですごい悲しいです。あ、なるほどですね。じゃあ猫を飼いたいのに
日本だと、まあ、買えないっていうか何が難しいですか。場所なんか全部、まあ本当は内緒で買ってる人多いんですけど、私は外国人なのでバレたらもう帰国されるかもしれないとか、まあ、そうですね、いろいろ厳しいですよね。すごい厳しい。場所も、まあ、一応いっぱい探してみた。3回引っ越しても頑張って探してもすごい新しい建て作りたての建物は本当にペット用って感じなんだとしたら買えるんですけど、そういう場所すごい高くて、あフランスで全部、まあ、アパートとかもパリの有名なアパートとかこういうビルも500年以上でまだ人全然住んでるから、でも日本だと、まあ、したいわけじゃないと思うんだけど、ただ血になるから何回も物を壊してまた建て、また建てて、うん、そうのしないといけないから、それ一応理解する。まあそうですね、あのペット飼わないでほしい理由わかります。なんか一応アパートできれば長く綺麗に残してほしいから、うん、まあそうですね、ペットは厳しい。でも悲しいです、見つけづらい。なるほどです。あとペットの値段は飼わないんですよ。飼わないよ。十分あのかわいそうの猫いっぱいから飼わない方がいいと思うんですけど、日本人飼うの多いです。私はあのそう同じく、まあ、友達から聞いた話なんですけど、こう普通に確かにあのペットショップでペット買うであれば、まあ、まあまあ高いですけど一応買えるんですけど、まあ、もしなんかやっぱりこう捨てられた猫とかもう保護猫とかもうこの猫を育ちたいっていう気持ちになったら、もう外国人の場合はあのもう難しいだし、難しいというかもう禁止、完全に外国人にあげないっていう話聞きました。そう、そういうのもあるので、たくさん、まあ、普通に海外でも一応フランスで猫飼いたいなら、まあ、隣の人に聞いてみる、猫ありますかって、うん、生まれたからあげるって感じなので、あ、そうそうそう、うちも全く同じ感じです。そうそうそう、そう、だいたいなんか知り合いがなんかあの SNS に載せてて、そうそうそう、猫欲しい人いるみたいな感じで、そうで、あげるって感じ、そうそうそう、そう、無料であげる。日本であんまりそんなないので、ないですね。日本人だと結構こう猫のまあ種類にこだわってるっていうか、なんかパスポート、なんか猫のパスポートなんていうの、あのファミリーのなんか、うん、あれとか、なんか結構そういう感じが多い気がします。まあ文化全然違うし環境も違うので理由一応わかるんですけど、なぜ犬じゃなくて猫の方が好きですか。猫と育てた犬はちょっと、まあ、子供の時で怖いなってことを来たからちょっと、そう、自分は私も子供の頃はずっとあの猫と一緒に暮らして、日本来る直前で、まあ、猫がちょっと死んでしまって、でそこからちょっとなんか、なんかまあ猫と一緒に暮らすのは楽しいけど、またこんなに悲しい気持ちになりたくないから、いら、まあ、いらないっていうか、よく聞いたことある、そういうの。そうですよね。はい、皆さん、今日の動画はこんな感じでした。いかがでしょうか。原さんのインスタ、あの、貼っときますので、興味がある方は、ぜひフォローしてあげてください。はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー。